クロックス海ン店頭に並ぶ色とりどりのクロックス。クロックスは、コロラド州に夫に本社を置くアメリカの企業で、クロックスブランドの合成樹脂製サンダルを製造、販売している。日本にはシンガポールに本社を置くクロックス、エイジアプライベートリミテッドの日本支社、クロックスジャパンがある。クロックスの名前の由来はクロコダイルにあり、ロゴも黒字に。 白のクロコダイルの上半身をデザインしたものである。なお、クロコダイルの名前は、デューク。クロックス社はアメリカで、リンドン・デューク・ハンソン、スコット・シーマンズ、ジョージ・ボーデッカーの3名によって2002年7月に創設された。同社は、カナダ・キャベック州のフォームクリエーション社が、開発製造した軽いプラスチックの靴を、販売するために、コロラド州。 ボルダーを本拠地として設立された。滑りにくいことや足跡のつきにくい特徴から、もともとは船遊びアウトドアの靴として考えられており、クロックスの最初のモデル、ザ・クロックス・ビーチは2002年10月に、フロリダ州、フォート・ローダーデールのボートショーで発表された。そこでは当時制作された200足が完売した。口コミで、 履き心地の良さが評判となったことや、明るい色、軽さ、今までにないユニークなデザインなどのおかげで、小規模な販売活動にもかかわらず、クロックスは、アメリカや、他の国でも、人気商品となった。売上げの増大に裏付けられるように、2012年現在も、取扱い品目の人気は衰えず流行の様相を、呈しており、同時に熱狂的な支持と不支持の両意見がある。 クロックスはアメリカの2006年度プロビーチバレー協会のスポンサーである。2004年6月、クロックス社はホームクリエーションを呼び製造事業を買収しエチレン作産ビニールで作られたクロスライトという専売特許を持つ発泡樹脂の専有権を獲得した。クロスライトは履く人の体温に反応し足に合わせ変形し、 多数の足病治療医のコメントによると医学的に良いとされ、クロックスジャパンは人間工学でも証明され、素足で立っているより疲労を62%軽減すると述べている。クロックス社はクロックの様々な有用面に対する特許を4つ取得している。2006年2月に発行されたアメリカ特許番号699万3858バイトに 翌月の3月28日に発行された、アメリカ特許番号 D517788S、D517789S、D517790S である。会社の発表によると、同社がクロックスの特許を侵害しているとみなした、製品を製造、輸入、卸売している11の会社に対して、 米国国際貿易委員会と連邦地方裁判所に提訴している。模倣品の例。素材が異なるほか、ブランドマークがついていない。クロックス靴と似たような靴として2001年発売のウォールビズがある。これはクロックスより早くから発売されているため、後いや偽物の類の商品ではない。これら二つのブランドでない。 クロックス靴のような形をしたゴムサンダルやプラスチックサンダルも出回っている。上述の2社の靴は共通してクロスライト材料を使っており滑りにくく軽く足にフィットしやすい点が特徴であるが別の材料のサンダルでは当然履き心地も異なってくる。このような模倣品はブランドマークが入っていないだけでほぼ同じもののようにクーロックスと告示させているものもある。 クロックス製品かどうかは公式サイトのロゴがあるか、公式オンラインショップのラインナップに同じ形の商品があるかといった点を確認することである、程度判断が可能である。偽物を警戒する場合、一番よく見られるタイプのケーマンにとりわけ注意すべきである。クロックスの穴にはめ込まれたアクセサリー2006年10月3日、クロックス社は、 ジビッツ社を2000万ドルで獲得した。ジビッツは、クロックスにある穴にはめ込むアクセサリーのメーカーである。公共プールで、ジビッツ創始者、シェリー・シュメルザーの7歳の娘のアクセサリーに目を止めた、クロックスの共同創始者、ハドソンが、僕にお電話してくれるようママに頼んでと名刺を渡したのがきっかけである。2007年7月30日、クロックス社は、 ワシントン州を拠点とするバイト社を獲得した。1996年創設のバイト社は、ゴルフサンダルを考案し、ゴルフ、ランニング、釣り、ディスクゴルフ業界で、革新的な製品を供給している。クロックス社は、開発素材、クロスライトを、ゴルフシューズの靴底、ランニングシューズ、サンダルなどに組み込む予定である。この買収は、ランニングシューズの市場で、 ナイキやアディダスを狙いつつある、クロックスにとって大きな意味がある。色はモデルによって様々である。ビーチとケーマンは20色以上の色がある。他のほとんどのモデルは4から6色の色彩、または2色の組み合わせである。2006年、クロックスやビーチサンダルといった柔らかく曲がりやすい靴には厳しい目が向けられた。摩擦によって、 靴が時計エスカレーターに挟まって子供が怪我するという事故があったからである。2007年9月6日、日本でも経済産業省所管の独立行政法人製品評価技術基盤機構がクロックスを履いた人がエスカレーターに足を挟まれる事故が2007年5月以降に発生していることを明らかにした。その後、追加実証実験でエスカレーターの事故率が高く、 正しい使い方で事故を防止できるが、製品の構造上の問題があると発表した。サウスダコタ州、ラピッドシティ機関病院は2007年、安全に考慮し、服装規定を会場部が開いたクロックスを禁止した。しかし医療用クロックスとして販売されている上部が閉じて、バンドが足の甲ではなく、かかとにあるタイプについては禁止していない。また、 スウェーデンのブレイキンゲ地方病院は職員がホッパトフェルスを履くことを禁じている。靴が静電気を生じ電子機器に障害を与える可能性に配慮している。ワシントンポスト市はクロックスを快適でカラフルに飾られた靴と見ている人たちとファッションを 台無しにするものと見ている人たちがおり、口に出して反対するサブカルチャーが一部の人たちの間で起こっている現象を取り上げ、ファッション業界は、クロックスに夢中になっているわけではない。会社は、自分で、超格好、良いイタリアンスタイルを褒めちぎっているが、多くの人々は格好悪いと思っているとしている。i h a t e c r o ッ c o m という名のブログでは、クロックスの 反対ものを定期的に取り上げている。トークショー番組、リアルタイムウィズ、ビルマヘルでは、コメンテーターのマーガ皮肉っぽく、新しいルール、プラスチックの靴を履くのをやめましょうと、青とピンクのクロックスの写真を見て呼びかけている。ありがとうございます。